芦屋仏教会館は兵庫県芦屋市前田町にある近代建築。公益財団法人芦屋仏教会館が運営している仏教講演会のほか各種文化教室に利用される。建物正面の窓にはレンの花をモチーフにしたステンドグラスが配され、また聖徳太子像が鎮座する段を正面に固定椅子と 机が整然と並ぶなど、キリスト教の教会のような雰囲気を持つ。1927年、丸紅商店初代社長である伊藤長兵衛の出資によって、送信会の会館として、芦屋下半に建築された。1949年から1954年には、3階にある書庫を改装して、アシ屋ア私立図書館が創設された。 1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災では周辺の洋風建築のほとんどが全壊する中、芦屋仏教会館の被害は軽微であった。その後、2003年には芦屋西部第一地区、震災復興と地区核整理事業の道路拡張工事に伴い、栄 a や広報により西側に約2.5メートル移築された。 2018年3月27日には、国の登録有形文化財に登録された。2018年10月10日には、市内発の景観重要建造物に指定された。利用に関しては、受付、相談日、毎月1.23度日に直接相談する。ありがとうございます。